はい、皆さんおはようございます。2018年5月の7日朝の9時9分です。よろしくお願いします。これラスト枠になるかもな。はい、ゆうさんはどつよろしく。おはよう、おはようございます。腹減ったなぁ。何食おうかなぁ。はい、ちょめちょめいらっしゃい。どうも。配信終わり？いや、次枠行くって言ったじゃん。ともっちいらっしゃい。聞いてなかった？全然やるよ。まだまだ。まだまだやりますよ。なんて言ったって今月はね、頑張るって決めたからね。はい、チャムいらっしゃい。疲れい。頑張るよ。寝ないで配信やってるよ。うん、もちろんですよ。はい。なんで寝ないで配信見てるんでしょ？リスナーさんが寝ないんだったらこっちも寝ないよ。目には目を、歯には歯をとはよく言ったもんでしょ。はい、寝ません。寝てないよ。
ああ、そうなんだ。寝てた。まあ、もう一枠で終わりにしようかなとは思ってるけど。この枠で終わってもいいかなって。ハルさんは一つ楽しんでて。はい、解放お疲れ。こんばんは。はい、みーたん、こんにちは。おはよう。楽しんでってね。ありがとう。アイテムありがとけんさんいらっしゃい。検挙されてないふわっち配信者の性犯罪ネタに興味ないっすか？興味あったらネタリークしますよ。ないです。ありがとうございます。興味は基本的にない。ただ相談があるっていうんだったら受け付ける 相談があるっていうんだったら受け付けるけど、俺暴露系配信者ではないから、相談以外だったら興味ない。ありがとう、ともつさん、ありがとう。ハート花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。はい、猫はどつ、風船ありがとう。ともつさんから花火いただきました。ありがとう。ありがとうございます。嬉しいね。やっぱ主婦勢に愛されてなんぼだね。主婦と社長さんに愛されてなんぼだ。そうそう、ベンドナさんとかミズヤンとかが食いついてくれるよ。俺は相談しか受け付けてない。困ってる人とかの悩みとかは聞いてあげられるけど、性犯罪ネタとかどうでもいいな。どうでもいい。そういうタイプの配信者じゃない。便所さんが多分喜びそうだよね。うな猫ね。うな猫ってあれだよね、これ。なんだっけ、まどかマギカじゃなくて、春日のなんだっけ、この人。このキャラかわいいよね。春日のなんだっけ。忘れちゃったな。名前出てこない。ひなたじゃなくて、なんだっけ。カレー貯めておいてくれたの？ありがとう。そうだ。長門ゆきだ。そうそう。かわいいよね、この子ね。うな猫って前、うなちゃんまのネタで配信してたよ。面白かった。あ、マジで？へえ。そういう配信者なんだ、うな猫さんは。面白かった。嬉しいよね、やっぱね。そう言われるとね。こういうさりげなく言われてるのが本当に面白かった時だからね。本音でしょ。アイテムありがとう。ありがとうございます。
うなちゃんマンのいろんな声つなげて放送してたよ。和道さんもネタにされてたよ。ソソさんが花火あげたら和道さんの声で電話中にないから花火くださいってやってた。え、俺の声でそんなん残ってんの？ SE 電話中にないから花火くださいって、いうセリフ録画してんだ。すごいね。電話中にないから花火くださいって言った記憶がないな。すげえな、そんな録画の音声持ってるんだ。うん、ソソさん違います。あ、電車賃ないから花火くださいか。それは言いそうだねそれは言いそう。へえ、ソソじゃないちゃんまんはみんなネタにしてるからな、すごいよね。見たいけどこれから仕事だ。ともっちありがとう、頑張って。うん、俺も頑張るよ。まあ、多分この枠一枠やったらもう終わりにするから、うん、ありがとう、頑張って、いってらっしゃい。音が聞こえないなって。天然だね、ゆうさん。ど天然だ。トゥクトゥク旅始まったんだね。いいね。リア突しながらトゥクトゥクを回していくと。ほうほうほう。ブロックでーすって。そうそう、いらっしゃい。バーガー10個ありがとう。ういっす。ソソさん花火あげてたよねって、やめなさいよそういうのそれ花火師は肩身狭くなるんだよ。いろいろあるんでしょ。面白いところに花火あげててもいいじゃないでもそれで嫉妬する配信者とかいるから、後で電話しよう。ソソっつって、他の配信者に花火あげてたって、なんで俺にくれないのって。え、うなねこさんに。やだわ。カレーありがとう。誰にあげたっていいじゃない。いやマジだ、これあばら治んねえとトレーニングになんねえぞマジで。やべえな。うなちゃんマン丸にはバーガー、うん、
ありがとう、アイテムありがとう。病院行ってもあばらはしょうがないんだって。ドレさんに行っても意味ないって言われたし、みんなに意味ないって言われた。てかね、多分ね、折れてないって。あのヘビー級でなんかもうグローブが小さくて折れるか折れないかっていうレベルなんだって。だからなんか序軟骨っていうんだけど、痛いんだけどあるあるなんだって。もう3週間ぐらい取れないんだって。そうそう、あばらね、カウンターのパンチがね突き刺さってね、ここに入ったの、ここに、胸筋さんの左フックが。だから痛いのは痛いんだけど、もうこれはどうしようもないんだって。手術もできないし、もう自然とくっつくまで待つっていう。病院行ってないよ。だからコルセット巻けって言われてるね、ドルさんからは。だから1000円ぐらいで巻くやつ売ってるんだって。まあ、最悪便所さんに話して、あの大会でコルセット巻かせてもらうかっていう感じだ。まあ、許可出ないだろうけど。パンチは打てるんだけどね、こうかがみ込むと痛いんだよな、ね、この辺で。だからウィーミングはできない、これ痛いです、こんな感じなの。これができないんだよな、こっち、ここで痛い、もうここで。これができないから、その俺の中では致命的なんだよね。首を吊ってくださいって何？何、死ねってことが言いたいの？初見さんいらっしゃい、ベニタさんおはようございます。素敵な絵だね。試合までに治るとは思ってるけど、だんだん痛みは引いてきたんだけど、今日ウィービングして これで痛いね。でもパンチ打ってもそんなに痛くないんだよね。この辺の運動はできるんだけど、その前かがみになるとあばらがきしむっていうの、こう痛い痛い痛い、こういう感じ。打つのはできるんだよね。うん。これができないの。ビギっていうの。うん、えててて。こういう運動。うん。くねくね動けないんだよね。それがツラタン。アイテムありがとう。なんか説明で気使わなくていいから普通にコメント書いてくんね、本当に。あの普通にコメント書いてよ。ありがとうございます、お気遣い。コルセットだけでも違うだろうね。アイテムありがとう。おい、たくみさんはどつ、あ、やべえ、たくみさんの給料払ってないよね、今月分。ごめん、まだ払ってないよね、たくみさん。7日放置だよね。今思い出した。たくみさんにインセンティブ払ってるっけ、俺。今月。払ってないよね。あ、富尾久しぶり。元気だった？おはよう。バカありがとう。うん。もらってない。ごめん、ごめん。ごめん。相変わらずだ。ていうかね、ステッカーもね、1週間ぐらい放置してるのあるから。うん。当たり前じゃん。うん。たくみさんはずっと2年、1年半ぐらいかな、ボランティアスタッフでずっと YouTube 編集してくれてたの。で、いつかそのお金が入るようになったら必ず給料払うんでっていう風に言って、たくみさんいらないって言ってくれてたの。でも、これはその、もう、
生活保護の頃から、なんつうの、俺は絶対たくみさんに恩返すって決めてたから。で、最近ふわっち始めて食えるようになったのと、まあ YouTube がチャンネル登録伸びてるから、たくみさんに少しこう還元というか、安いよ給料っていうか、そう出来高制でやってるんだけど、大した額じゃないけど払うに決まってるでしょ。そりゃそうじゃん。ただあの YouTube から入ってる分で入ってるよ。俺はもらった花火から払ってるわけじゃないから、そこは安心して。やっべえ忘れてた。たくみさんちょっと待ってて、2、3日待ってて大丈夫。オッケー。あのダメだったらすぐよこせって LINE ちょうだい遅えよバカっつって、もういい加減にしろよっつってガン詰めしていいよ電話で。それは詰める権利あるから、お前ふざけんなよっつって。ステッカーも送んねえとな、それはアンチ増えるわ。だから YouTube の管理全部たくみさんがやってくれてんだよ。だから YouTube から来ましたって言ってんのは全部たくみさんの活動だよ。だってたくみさんとの付き合いってもう何年経つ ?3 年ぐらい ?3 年ぐらい経つよね、もうなんだかんだね。うん、めちゃめちゃありがたいよ。出会ってから3、え、た、あ、そうだ、たくみさん、あの、捨て頃のチケットって手に入ったんだっけ？たくみさん、リスナーだよ、もともと。初めて会ったのが、柏木と俺が、橋本くんに酒をぶっかけた事件の時に、初対面、初めまして。リアルに会ったのはね。で、その前からずっとリスナーさん。え、チケット手に入ってる？あ、オッケーオッケー。たくみさん、のんちゃん、解放オッケーでしょ？で、そうそうも手に入ってたっつったでしょ？てか最近数来ねえな。なんかあったのかな？数が全然コメント書かねえな。まあ、忙しいのかな。ねえ、数全然来ないよね。あやとかもコメント書かねえし。ポッさん、アイテムありがとう。いいね、そのサムネ。ポッ。ポッさん、いいね。おはよう、いっちゃん。ねえ、数見ないね。まあ、多分、子育てで忙しいんじゃねえかな。うん。こんな、寄り目の放送なんて聞いてられっかって感じでしょ。子育て忙しくて。ムネ君のウサギ盗んで泣いた事件みんな知ってる？知らないよ。富男なんか子さんじゃん。知らないよ、ウサギ事件なんて。ありがとう。クラッカーありがとう。あざーす。知らないでしょ、富男。富男なんか子さん中の子さんでしょ。もう3、4年経つでしょ。寄り目は映んねえよ。ふざけんな。なんだよ、寄り目が映るってなんだよ。見つめが通るみたいな感じで言うなし。風船ありがとう。でもアルバイト先とかでもね、今日目寄ってるよとかね、女の人とかにね、バカにされた。お姉さんに、アルバイト。トントンって。今日寄り目、今日目がいつもより寄ってるよって。せっ女の子だったら可愛いのにね。俺ね、ブルー、青組。うん、でもね、ドレさんがね、言ってたんだよね。これ治るらしいよ。なんか、視力が左右でずれてるから目が寄るんだって。目が離れるとか。32歳で、今月のね、21で、いくつになる？今月の21で33にもうすぐなる。お、さつきさんだ。おはよう。さっちゃん、おはよう。面白いよね、さつきって名前なのにさ、ふわっちのアカウントにゆりって書いてあるの
絶対本名ユリでしょ。これ本名がユリパターンでしょ。全然ユリじゃん、サツキじゃないじゃん。うるせえよ、疲れてると寄るんだよ。寄り目が映る。なんでブルー？いやいや気分で、マークがかっこよかったから。理由ないよ。なんか青のマークがかっこいいなと思って。あるあるパターンだよ。コテハンのアカウントのローマ字の方本名にしがちなんだよ。サツキじゃねえ、絶対有利だわ。62が何なのかだよね。62歳なのかな。なかなかなおばあちゃんでしょ。そう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 。いっちゃん今日なんか体調良さそうだね。いい感じ。62は何の数字なんだろう。まさか捨て垢が62個あるってわけじゃないもんな。薬物なんかやってねえよ俺。いっちゃんは温厚な時は草生やすよ。今日機嫌がいいんだよ。今日機嫌がいい、いいことあったの。多分ね、俺の予想だとね、昨日あたり競馬か競輪当たったんだよ、正解でしょ。多分なんだけど、なんかね、土曜日あたりから機嫌がいいから、多分ね、競輪当たったんだよ。いやいや、さつきさんのゆり62って書いてあるから、何なんだろうと思って。競輪当たった？勝ったでしょ。競輪が大体外れると俺に怒鳴り散らすんだよ。ケリン勝った？先週。昭和62年生まれか。ほら、当たったでしょ。いっちゃんは大体ね、競馬の恨みを俺にぶつけるから。だからすぐわかる。もう付き合い長いの。富男とかいっちゃんはもう、子さんだから。わかりやすいよ。競輪大好きだもんね。いくら？いや、競輪とかってどれくらい？10倍とかだから、100円が1000円になったんかな。100円が1000円とか？ 10 倍ぐらいじゃない？オッズ。さつきさん、アイテムありがとう。昭和62年生まれだと俺の2個下かな。富男49なの？若いよな。もうね、もうなんかもういっちゃんもなんか富男もさ、年齢めちゃくちゃ上だけど、なんかもうためみたいな感じだもんね。もう5、6年の付き合いになると。あ、昭和49年か。なんかもう いっちゃんもなんかあれだもん。もう60歳のおじいちゃんとして接する気力もないもん。もう付き合い長すぎて全然いっちゃんタメ語だから全く敬ってないっていう。リスペクトはしてるよ。はい、アイテムありがとう。すごいね。200円が3370円になったの。200円が3370円か。よく引き当てるよな、793とか。いやでもすごいじゃん、いい娯楽だよね。楽しいよね、100円で遊べんだから。ゲーセンで遊ぶより全然いいよね。ちょっとね、今日は酒多めに飲もうかなとか。あ、まあいっちゃん酒飲まないか。本命、ど本命が来たんだ。すごいね。三連単とか、わかんないもんな。やったことないんだよね。面白いのかな？今日、ふわっちずっと重いんだよ。あ、ていうか、配信は年齢層高いよ。だいたい若者、若い10代のことが面白いってまず見つけて、流行らせんの。で、おっさんが集まってくんの。若い子目当てに。若い子と絡みたいから。で、おっさんキモって言って、他のサイトに行くの。
これはもうニコ生もそうだったし、ツイキャスもそうだし、フワッチもそうの。で、今若い子は何やってるかっていうと、インスタグラムとかフェイスブ、インスタグラムとか LINE ライブやってるの。で、そのうち LINE ライブとか、その辺も荒らされるんだよ、おっさんに。おっさんが集まってきて、キモーいってなって、若い子逃げるの。富雄はもうアル中だろ。うん。ユウさん今年で40なんだ。おっさんばっかりだな。働けよ、月曜日だぞ。いい加減にしろよ。いや、おっさんでしょ。そうそう、いくつだって言ってたっけ。年齢覚えてないな。インスタのライブはリア充だよね。あとセブンティーンとかもやっぱ、あ、インスタのライブやってるんだ。インスタのライブやってみようかな今。いや、いいか。人集まんのかね。インスタって投げ銭あんの。でもなんか、はーいみたいな感じの、どうもみたいな、 Thank you みたいな、そういうノリできないからね。まあ今ライブがね、熱いかんね。インスタ全然伸びねえや。俺より年下なの。雨で休み。ああ、まあまあそうだね。それはしょうがないでしょ。職業柄でしょ。雨は休みだよ。みんな解放のこと応援してよ。解放頑張ってるから。いいねボタン押してリツイートして、解放が体張ってるから。これで弾丸塾乗り込むって意気込んでるよ。お前も働け。やだ。やだ。乞食として立派に生きてくって決めたんだよ。日本一の乞食王になるんだよ俺は。乞食王に。乞食キング。乞食キングって小手半に変えようかな俺。乞食キングって小手半いる人いる？多分売れる名前だと思うよ。乞食の国からやってきた乞食キングね。え、乞食キングは売れそうだよね。なんかね、なんか当たりの名前だよね。わかんない。解放の水着？水着水着。これ、コジキングに名前変えようかな。超ブレイクしそうだよね。キッズ層も拾えそうだよな。昨日のんちゃんとさ、ラーメン食べに行ったの。ラーメン食べてんのがさ、なんか客混んでて、公麺が。で、隣は女性で、こっちは男性で、めちゃくちゃ喋ってたんだけど、俺とのんちゃんラーメン注文して、ラーメン食べ終わるまで一言も会話しなかったの。なんかね、のんちゃんもそうだけど、俺も結構その、人混み苦手だから、なんか喋らなきゃ喋らなきゃと思うんだけど、ずーっとラーメンすってんの二人。なんか悲しくなったよね。でもこの二人の方が早く、なんならもう食べ終わるぐらいのところで俺着席したのに、俺とのんちゃん食べ終わったら2秒で。俺すっごい店出るの早いのよ。すぐ出たい人だから、パッて食べ、のんちゃんが食べ終わるの待って、のんちゃんが食べ終わった瞬間俺が席を立つっていうのがいつもの流れなんだけど、ダメだよな本当に。初対面の時とか気使ってブワーって喋るんだけどね、もう慣れてくると会話がないね。会話がで、店出た瞬間のんちゃんと喋り出す。タバコ吸いに行こうとか、どこ行こうとか。人混みダメだわ。ういっすー。この前なんか忙しそうでしたね。なんか挨拶しかできなくてすいません。ういっすういっす。あー、まあまあ彼女がねいるからね。うん、羨ましい悩みか。いやでもやっぱり気使うよ。
あ、ごめんごめん、スルーしちゃった、アイテムありがとう。なんかヒカルくんとミズニアンといたね。なんかミズニアン初めて会ったけど、まあなかなかなイケメンだったね、好青年だったよ。なんか配信中だったし忙しそうだったから声かけらんなかったけどね、スーッといなくなろうと思って会釈だけして帰ろうと思ったけど、一瞬でしたね。あのメガネ忘れたんですよ、この前来た、これこのメガネを、これを回収しに行っただけだったんで。大原誠二について話してた、多分そうだと思うね。だから大原誠二っていう言い方やめなさいよ、ちゃんと小手半があるんだから、大原メンバーって呼んであげないとダメだよ、そんな本名を読み上げたら。彼は大原メンバーとして活動してるんだから。そうしたら何？有料が来る？そうだね。アイテムは嬉しいよ。ありがとう。教えてくれていっちゃん。無料アイテムも応援だもんね。うるせえ、花火よこせ、この野郎よ。競輪買ったんだろう。わあ。いっちゃん待ってるよ。え、富男って35なの？その手に乗ってたまるか。うるせえ、コジキングなめんなよ、コジキの国からやってきたんだから。でもさ難しいんだよ、花火くれって言わないと花火くれないし、花火くれくれ言うと今度なんか変な空気になるじゃん。本当にねもう難しいの。もうね嫌になる本当に。だってさ、ドレさんなんてさ、あ、復活した時だよ。俺よ、もう、あれだよ、花火もらった時、プップクブーとかやめたんだよ。ああいうことやんのは配信じゃねえよって、一週間ぐらいずっと言ってたのにさ、花火対決の後さ、ワン、ツー、いや、ほい、いい波乗ってんねえとか言って、お前ノリノリじゃねえか、この野郎とか思って。あれはわかる。もうね、ブレブレなの。ありがとう、いっちゃん、風船ありがとう。ブレブレなの。ブレブレだけど、ドレさんの気持ちわかるの？もう、花火もらったら正解なのよ。いや、あれ笑ったよ。何がいい波乗ってんねえ、てめえ、この野郎と思ったもん。すげえ面白かった、あれ。風船ありがとう、いっちゃん。初日はキャスバーの件で、朝方には、千代の話？ちょっとわかんないな。千代っていうのが誰なんかわかんないけど。おはよう、カレーうどんさん。アイテムありがとう。いっちゃん、風船ありがとう。出た、始まった。あ、やっちゃう話。おお、クーさん久しぶり、おはよう、アイテムありがとう。いい波乗ってんねえじゃねえよ本当に。あの人は現金な人だよな、やっぱ花火爆投げされて嬉しかったんだと思うよ、最近苦しかったから。ずーっと花火ね、まあ1日よくて6発とかだったんだよ、6時間ぐらいやって、まあ苦しいよな。それがね、あの脅威の爆投げだもんね。あれは配信やっててよかったなって思ったはずだよな。まあだから俺らなんかね、もう死ぬ時は死ぬんだからって腹くくってやるしかねえよ。テンション上がるよやっぱ、だけどやっぱりその表現を忘れたらダメだよね、あくまでそのね、花火もらうためにやってるわけじゃないっていうの、まあその楽しんでなんぼだっていうのは忘れちゃダメだよ。儲かってるもんなじゃないよ本当に。本当7日だぞ、ここに数字書いてあるから。これもねやめようか、本当もうこの3日目ぐらいからずっとやめようか迷ってるの。おそらくなんだけどこれがやらしくて多分上がりづらくなってると思うの。本当ね、新しいこと始めるの大変なんだよ。トゥクトゥクメーターは良くてこれはダメなんだよ。だから生々しいんだろうね。もう頭にきてこれ続けてるけど、やっぱね新しいことやるとねリスナーさんが反感買いやすいのよ。なんか生々しいじゃん。だから日当もう1万も稼げてないよ。みんなアイテムありがとう。マキロおはよう。
風船69ありがとう。おお、金魚鉢だよ、おはよう。アマゾンありがとう。起きてきたね、ワドギャルズ。ワドギャルズ起きてきたね。カレーありがとう。まあまあ通常営業、ゴールデンウィークも終わって、まあそれぞれの生活が始まったよ、普通の通常の。あのね、簡単なの理屈は、まず花火師さんっていうのはコントロールしたい人が多いのよ。俗に言う爆投げをする人っていうのは、なんていうのかな、スポンサー気質だから、要はなんつうの、配信をラジコン化したいわけじゃないんだけど、愛情が強すぎて言うこと聞く人を探してるのよ。だから過疎に集中しやすいの。大手配信者ってもう長いじゃん、キャリアが。だから閲覧は取れるわけだ。だけど基本的に大手配信者ってみんな言うと思うけど、俺は花火もらっても動かないよって言うでしょ。なんでかっていうと、閲覧減るの分かってるから、台本書かせないの。だから過疎の生主のところ行って、もう全部言うこと聞いてくれる、全部コメント拾ってくれる、メールも返してくれる、 DM も返してくれる、何でもやってくれる、そういう人のところに行きやすいの。納得でしょ。だからね、人数が集まるタイプはもう本当やりたくないんだよ、花火対決なんか。誰もやらないと食っていけない構造なんだよ。体張らないとダメなの。だから難しいよ、やっぱ閲覧取るのか、花火取るのか難しい、これ。でも、なんかやっぱり両立してる事例ってないな。だから要はアイテムくれる人だけに集中した方が多分稼げるっていう部分では稼げるんだよ。でもさ、俺はこの世界で誰が支えてきてくれたかって言ったらさ、金稼ぐね、花火っていうシステムがなかった頃に支えてくれてたニコ生の人たちでしょ。それこそいっちゃんとかさ、富男とかさ、ずっと見てくれてたから今があるわけじゃん。簡単にさ、なんか花火のためだけにね、花火師しかコメント読みませんなんてできないよ。5年もやってんだもん、3年4年の付き合いだもん。だからいっちゃんと富男とかが寿命が来るまで俺は中堅配信者だよ花火が上がらない、なんか中途半端に閲覧がある配信者だよ俺は。ねえいっちゃんいや正直さ、ありがとう、風船ありがとう。だから正直さ、顔出してない萌え声の配信者とかさ、いるじゃん。とんでもねえブスとかだよ、とんでもねえ気持ち悪い男とかだよ。なんかイケボですとか言って、ゾクゾクしますとか、ムラムラしてきたとか言って、気持ち、地獄絵図だよな。気持ち悪い男とさ、気持ち悪いババアがさ、画面越しにハスハスしてるわけだからね、カオスだよ本当に。オフ会なんか絶対やっちゃダメだから、魔法が解けるから。アイテムありがとう。誰もムラムラしないわけだから、ね、トップはまあ精神異常だとは思わないけど、もう仕事だよなあれは完全に。なんか配信のいいところはない、感じない。なんか自由そうだなとか、波乱万丈だなとか、楽しそうだなっていうのは一切ないじゃん。果たしてこれは配信なのだろうかって言うと、俺チャットレディーとかチャットボーイとかだと思うよ。だって俺キャスバーで何人も見てるもん。なんか大したことねえよ。正直テルチャンビンとかサプリくんとかの方がよっぽどイケメンだよ。サプリくんはだからあれ全部食うと思うよ。顔出してあんだけ可愛くてイケメンなんだもん。花火爆投げされてんじゃん。これサプリ多分すごいことになると思うよ。
次世代のテル、次世代のアイラみたいな。要は顔を出すって本当のイケメンが勝つよ。サプリなんか多分、予言しておくよ。数ヶ月ほっといてみ、上位に組み込むから。彼は。サプリくんね、ずっと俺の放送を見てくれて、なんかね、慕ってくれてるけど、会ったことはないんだけど、彼は伸びるよ。女の子が最近ついてきて花火爆投げされてるよ。うん。そうだよ。もう、マンスリー1位なの？うっそ。まだ始めて2ヶ月だよ、あの子。お前、ふざけんじゃねえよ、サプリよ。マジか。もうアイラのポジション取ってんじゃん。マジか、こいつ。100万いくじゃん。なんで始めて2ヶ月。お前、ワドリスだ。いい加減にしろよ、お前ら。本当に。俺5年目だぞ。始めて2ヶ月だろ、サプリ君。お前、恥ずかしい。もうイケメンばっかり。何これ。そんなにブサイクかい？ああ。いや、アイラみたいなのじゃない。なんつうんだ、かわいい系。はじめ社長みたいな。ほんわか系。アルミハーツって言って、アルミホイルをこうアクセサリー作ってる子。 かわいい感じ。サプリいいやつだよね。っていうか、サプリはもともと、サプリ君はこの枠でずっとコメント打ってくれてるもん。ずっと和道さん面白いっすって言って、ね、一回会ってみたいけど、まあまあ、もうね、恥ずかしくて会えねえわ。 数字が出ると投げにくい。そこをね、ベンタさん、勇気を出して投げてもらわないと困る。困るというか、一言で言うよ。頼む。うん、そこをなんとか。あのね、投げにくいとかさ、言われてもさ、投げにくいとか言われても。いや、投げてよ。投げにくいじゃねえよ。5年もやってんだぜ。俺そんなにつまんねえかな。いや、マジじゃねえよ。投げにくいじゃねえんだよ。頼むよ、みんな。頼むよ、マジ。本当に。投げられたら評判変わるの知ってるでしょ？なんで俺のこといつも生殺しにするんだよ。もうそろそろ結果出しねえよ。もう今月だけでいいわ。本当に。もう来月3万とかでもいいわ。本当に。一回100万取らせて、今月は。マジで。もう、だって 一週間経ってよ。一週間経ってこれだぜ。いっちゃんありがとう。いや、マジで、ほんと。ほんときついって。ほんとに。ほんと一から貸してよ。ここでアイテム投げたらたわくでバカにされそう。もう、なんでよ。マジ頼むぜ、ほんと、今月。いや、もう、俺、正直言うで、もうね、100万絶対無理だと思ってる、今月。無理。だって、正直言って、俺、月頭って結構投げられるタイプなの。いや、今月100万いかないと思う。いかないと思ってるけど、毎日寝るときに、こう、ほっぺた叩きながら、こうやって、鏡の前で、負けんな、っつって。行く行く、っつって。俺は行くって言ってから寝てるから。で、朝起きて枠始めて2時間喋って花火ゼロだから無理だわ、っつって。あ、終わったわ、っつって。うん。いや、誕生日で100万いくんの、1日で100万いくわけないじゃん。いや、ない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 。絶対ない。要はね、出し惜しみするっていうことはないんだよ。むしろ普段の減り方が怖くて、どんずべりすると思う。俺、だって、いろんな企画とかイベント見てきたから、一晩で100万投げられるわけがない、俺が。ありえない。正直、リアルなところ言うと、花火ね、花火何発ぐらいだろう。120発、6万円。そんな感じじゃない？花火120発、6万円。リアルだろ？ で、なんだかんだトータル18万とか。 で、家賃払えた、よかったっていうのが俺のオチだと思う。なんか、その日だけはすごいって。
人分折半だよ。だから1750円、うん、花火と一緒一緒、一人分は変わらない。だから招き猫爆投げが一番ありがたいんだよね、本当のこと言うと。もう招き猫とかタイムセールの花火とかをもう買い占めて爆投げしてもらうのが一番ありがたい。いやでも頑張ろう。うん、俺放送する桃組和道が終わったわ。あ、そうなの、頑張って頑張って。え、院長も参加してんのこのイベント？うん、俺はもうこの8分で終わりにするわ。いや面白いよね。うだつが上がらねえっていうのはまさに俺のことを指すんだよ。うだつが上がらない。P に頼め。 P って誰や、有名花火師 P さんっていう人はコメント書いたことないな俺に。一晩で100稼ぐのなんかテルとかアイラとかだよ。 Q?Q?P? でも Q?P さんと別に頼まないよ。やだもん、借り作った怖いもん。怖いっていうか変、やっぱ人に借りは作りたくないから。キューピーさん頼まないよ、うん、いやホスト系は無理でしょう、うん、ホストは無理だよ。顔がよっぽど良くないと。あれも俺に恋心なんか抱くわけねえじゃん。うん、俺はいっちゃんが金ないの知ってるから俺。いっちゃんが頼んで花火投げてくれるんだったらもうとっくに投げてくれるでしょ。何年の付き合いだと思ってるんだよ。投げないでしょあなた。なあ、いっちゃんからの一発の花火バースデーで頼むよ。バースデーで一発投げてさ、頼むわ、待ってるわ。まあでもね、捨て頃もあって捨て頃終わりで勝ったらご祝儀ありそうだな。うん、3位ってお前大変だぞいっちゃん。うん、あ、そうなんだ。ああいうセールとか割いいよやっぱり。6月だね、誕生日は俺5月の21だけど6月の23かな捨て頃。なあ、捨て頃勝ったら多分まあなんかまあまあ格闘技好きな人とかはバンバン投げてくれそうな気はする。結構やっぱあの格闘技の人とかご祝儀結構くれるイメージがあるね。頑張ったなっつって、あれはやっぱありがたいよね。負けたらそうでもないけどね、勝った人たちはみんなバンバンもらってたよ。やっぱね、勝ったやつが正義だから、格闘技の世界は。負けたら終わりだから。過疎だもんっつって、ね、なんで咳とあくびとかって肺が痛いの？膨らむからかな、肺が。呼吸系が痛いの。肺活量5000ってすごいね。身体能力高いんだね。肺活量5000、すげえな。
俺水泳やってたけど、結構自信あっても3700とかだったもんな。5000は相当だよね。強いね。それはすげえわ。それ若い頃でしょ？肺活量。運動できた頃でしょ？最後にみんな無料アイテム投げて。無料、もうそろそろ4分で終わるから無料アイテムみんな投げて。もうそろそろ俺終わりにするよ、配信。あ、50代で5000はとんでもないね。ありがとう。アンコール風船ありがとう。ありがとう、みんな。クリームソーダさんもありがとう。アンコールありがとう。たくみさんありがとう。さつきさんありがとう。ナンモさんありがとう。匿名さんありがとう。ニャコありがとう。ミーターありがとう。ミニさんありがとう。いっちゃん風船ありがとう。ありがとうございます。セール買ったら投げます。ありがとうございます。招き猫をお見逃しなく。花火セール、花火プレゼント、エア花火ありがとう。 文字が白いな、白いな、文字が。ああ エフェクトねえな。アマゾンありがとう。チップスターさん、アマゾンありがとう。ありがとう。すごい真っ白だったね。さらーっと、さらーっと。カクカクマジンさんありがとう。ありがとう、勇者。ありがとうございます。まあ、最近あとね、主婦勢が全然コメントしてくんないんだよな。何なんだろう。主婦離れが激しいんだよ。新しい、なんか主婦をメロメロにする配信者が現れたのかな。ああ、親戚とかってこと？ああ。うん。え、ゴールデンウィークもう終わりじゃないの？今日で終わりか。だからか。なるほどね。まあ、ゴールデンウィークは休めってことだね。マミさん、ありがとう。あ、そうだね。うん、それがいいよ。調子悪いときは配信ね、止めるべきだよね。うん、本当にそうだと思う。乗ってる時にやるべきだよね。あ、昨日までってことね。うん。だから今日から通常営業ってことでしょ。今日から。じゃあ皆さんお疲れ様です。また明日。お疲れっす。フォローしてね。